日本山梨県甲斐野市市田品は、山梨県甲斐市の町名。甲府盆地北西部に位置する。甲斐野市宇都宮、岩森、下井舞、韮崎市流岡町下城南割に隣接する。一帯は、盆地西部を南流する鎌梨川の砂岩地域で、茅ヶ岳南麓から連続する釜鎌梨砂岩の氾断現状に立地する。鎌梨川は、歴史的に盛んに流路を変化させているが、 現在の流路は、志田地域の南端を投流しており、海野市下岩井前と南アルプス市場高さ後、矢後島地域を結ぶ相手橋付近で、同じく投流する五直市川と合流し、海野市流王の震源包み付近で流路を南に変える。志田地域の東端には、釜梨川支流の東川も南流している。志田地域はに国道号が通過し、隣接する井前では、 山梨県道6号が、甲州街道に接続した。また、甲州街道は、志田区域の東端から国道52号が南に、分岐市、貝野市下井を通過して、南アルプス市方面へ通じている。また、東西に、中央本線が通じており、隣接する貝野市下井には、塩崎駅が所在する。小船石子奮府長田神社と石鳥。 画面右下に道祖神がある。古代には駒群に属する。下には、お船石古墳と同古墳を含むママカ遺跡が所在している。2005年に発掘調査が実施される。お、船山古墳は2005年時点で石室が崩壊し、剥き出しになっている。江戸時代後期の貝の国史によればお、船山古墳の上には諏訪神社が所在し、古墳はこの時点で すでに崩壊しており、お船山の語源も倒壊した石室が船の形に見えることに由来するという。まま解析からは、平安時代の住居跡が確認されており、お船石古墳の修航からは、古墳時代の水駅とともに、橋三等分が出土している。山梨県を含む中部高地では、西日本に先行する四世紀後半段階で、馬が導入されている。山梨県内では、 甲府盆地北園の甲府市上部の塩部遺跡や、甲府市横根町、桜井町の横根、桜井積もる石塚古墳群などから、古墳時代の馬が出土し、五朝山古墳の馬を含めいずれも弱霊であることが指摘される。古代には、南アルプス市、都土の都土遺跡において、多数の牛馬骨が出土しており、一帯には、八っ牧が成立する。崎市には、 海の産後僕の一つである、穂坂牧が存在し、古代には、海の黒駒と呼ばれる名馬を朝廷に貢いでいた。中世には、志田を衣装地とする志田里が成立した。長野県諏訪市の諏訪市立博物館企画の、遠京元年11月の諏訪神社急造を五十頭鉄、路盤名によれば、鎌倉時代に、海の国漆太里には、芋野市が居住していたが、彼らは後に、 天草は移転したという。シダ里に関わる人物として、一連寺加古町には、文紀3年11月23日に、供養されている道阿弥陀仏の中期に、シダ道案と記されているほか、永禄四年の番長には、心田シダのねじめ記が記載されている。塩崎村市によれば、シダ地域の集落は、地中島付近に分布していたが、水害により、 現在地である地震町へ移転されたという。志田に隣接する下井前には、当の古史教塚が所在し、永六四年在名の教頭が出土している。戦国時代には、志田に近い海志流王に、震源包みが築定され、釜梨川の治水が行われる。永六六年推定7月6日付だけだけ、主因上では、保坂総合と呼ばれる。 震源包み周辺にあたる釜梨川東流路、久川流域、赤坂大地、茅ヶ岳大地の15河村に対して川除不審への動員が指示されている。一方、海野国志古石部第9では、保坂総合の15河村に、志田を含む塩川流域の諸村を加えた19河村が保坂省と称されている。中世に保坂省と呼ばれる省園の存在は確認されて、 いないが、十世紀に朝廷に対して、組めを行っていた、穂坂牧の後ろ身であると考えられている。徳川家陰板上によれば、天正十年八月十六日には、長井義政が徳川家康から下里のうち三十票を本領安堵されている。また、別の徳川家陰板上によれば、同年十二月九日には義政は同書に七冠五百分を、 安堵されている。また、徳川家陰板城内市によれば、天正11年11月9日には、安倍式部進むが、下里の内13巻分を安堵され、さらに、徳川家康陰板城内市によれば、天正11年3月28日には、同書に2巻600分を安堵されている。さらに、徳川家康陰板城内市によれば、天正11年4月20日には、 志ダのスワ神社の神領として五百333分が安堵されている。カのノシ王の総当衆寺院、慈照寺の寺寮も存在した。近世の旧筋二領では、駒郡北山筋に属する。喜び町古校町には、幕府直轄寮である、志田村が見える。志田村は、幕僚から、甲府藩寮となり、強法九年に、 海一国の幕僚化に伴い再び幕僚となり、甲府大官所支配となる。海の国島木の十一村里部大九縁と売る三年には、五三郷、一橋家寮が設置されると、一橋家寮となり、林村の宇都のや村に、陣屋が存在していた。完成六年に、再び幕僚となり、市川大官所支配となるが、天保六年に、甲府大官所支配に移管される。 江戸時代には、甲州街道が整備され、志田村は、甲州街道の一律下が存在していた。庭崎塾へ持ち帰ため、宇都宮村、岩森村と共に助ケを務めていた。志田村の諏訪神社は、宇都宮村の諏訪大神社と共に、府中八幡神社への勤番を務めている。1875年には、下井前村、宇都宮村と合併して潮崎村となる。 1878年には、塩崎村は、北駒郡に属し、戦後には1955年に塩崎村と富村が合併して、双葉町となる。2004年には新設合併により、甲斐野市となり、現在に至る。下には、甲斐野市立双葉西小学校のほか、隣接する宇都宮、や、下井前にかけて、日本航空港付属中、日本航空高校の敷地がある。 双葉西小学校は1872年に学生が交付され、翌1873年には、志田村をはじめしも今井村、岩森村、宇都宮村、上野山村のご家村で、資金133円余りを集め、志田村内の公前寺を仮校舎とした志田学校として発足する。明治8年には、合併による塩崎村の発足に伴い上野山村が分離し、 塩崎小学校と改称する。1904年に現在地に信仰者が落成する。1955年に双葉西小学校に改称される。地蔵院志賀には、船形神社、鎧塚稲荷神社、相当衆寺院の地蔵院、臨在衆明神寺派寺院の公前寺がある。鎧塚稲荷神社は、丘の御霊の命、若うぶすな命を祭人として、 創建年代は不明であるが、当地の児童、曲がり淵吉左衛門の館跡に稲荷神が、誕生された神社であるという。鎧塚は、神主の根津地区を守る藤原明へ着用の鎧、もしくは遺害が埋葬されたことに由来すると言われ、当地は横穴式石室を有する円墳であったという。船形神社は、諏訪大社の祭神である、竹港大の地を祭神とし、当初は、 下今井左官のお船石古墳の上に創建された。古墳の吹石の船形から船形神社と名付けられ、水害により当地に移転されたという、室町時代の応援4年の年期を持つ石鳥居が残されており、近世には主因地7国6都余りを得ている。2018年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。